私のチャンネルへようこそ。 JBN1 ビュー。キンプリ長瀬角、余ったお餅でアレンジレシピ、危なっかしい包丁さばきにも注目。人気グループキング、リンチェの長瀬角が12日放送の日本テレビ系朝の情報番組、ZIP、月からっ金前5時50分の冠コーナー、解決、キング、リンチェプリンス、7時15分頃に出演するする。同コーナーは、キンプリメンバーが世の中の暮らしにまつわるお悩みに体を張って汗をかき解決に導いていく。彼らの頑張る姿とともに、その日にすぐ役に立つ生活情報も伝えていく。今回は、正月に余ったお餅の使い道を紹介。カリカリのお餅を生かした腹持ち抜群サラダや、お餅の中華風おこげなど、長瀬が様々なアレンジレシピをで新たな魅力を引き出す。家に包丁がないという長瀬の危なっかしい包丁さばきにも注目だ。キング、リンチェプリンスの誤差こど挑戦する素晴らしさを上げ一歩、踏み出すと興味の幅がさらに広がる R。NHK の土曜ドラマ、わげもんから長崎通訳異聞から、で、初の時代劇に挑戦するキング、リンチェの長瀬廉くんマー君。小中学生向け月刊誌、ジュニアイラ、1月号では、長瀬くんに今の気持ちを聞きました。初挑戦の時代劇は、街の雰囲気も歩いている病長人も、今まで経験したドラマとは全く違うので、新鮮で楽しかったです。ただ、カツラもそうですけど、いろんな準備が大変で、クランクインの前から所作指導の先生に学んで、現場で普段の長瀬角の動きや姿勢が出ないように気をつけました。自分のちょんまげ姿は？最初は自分の顔が見慣れなさすぎて笑いそうになりました。でも皆さんが似合ってると言ってくださったので、今はもうちょんまげ姿もいいもんだなと思ってます。メンバーの反応？いじられましたね。あれ？今日はカツラじゃないじゃん、みたいな笑い。ペリー来航4年前の長崎が舞台です。長瀬さんが演じる伊藤壮太は、通詞、通訳、だった父の失踪の謎を追って、異国との貿易で栄える長崎にやってくる。類まれな語学センスを持つ青年で、オランダ語を流暢に話す場面もあるようですね。オランダ語は今まで一文字も聞いたことなかったから未知の世界すぎて難しかった。発音が特に。先生の発音を聞きながらカタカナで書き写そうとしたんですけど、それすらもできなかったくらい。リモートでも先生に発音を直してもらったり、森山さん、ソータを導く森山栄之助役の小池徹平さんとも一緒に学んだりしてました。ソータの魅力は？大胆な行動力で様々な困難に立ち向かっていくところですかね。わげ、もんとは若い者イコール通訳者という意味なんですけど、ソータは言語だけじゃなくて心と心で和解しようとする。そこがすごくいい。僕自身、ソータが近くにいたら協力してあげたいし、ついていきたくなるような人物です。ソータは言語力と好奇心を武器に冒険していくタフな主人公ですが、長瀬くんがした最近で一番の冒険は？冒険か。撮影で京都にいる間、感染予防に気をつけながらいろんなお寺を冒険しに行ってました。お寺に行った経験もあんまりなかったんですけど、せっかく京都にいるなら行くしかないっしょ、と、清水寺にも行きました。実際に行って、その場の空気感をまとったり、五感でいろんなことを感じたりしながら、風景の中に浸るのと、写真で見て、綺麗やなから、と思うのとでは、良さが全然違いました。パワーをもらった気がします。ジュニアイラの読者に好奇心を持って何事にも挑戦する素晴らしさ、を挙げするとしたら、少しでも、これを面白そう、と思ったら、どんどん手を出していってほしい。一歩踏み出すことで興味の幅がさらに広がるから。今回の僕もそうでした。時代劇に挑戦することで自分の心の奥にあった、もっといろんなことを知りたい、もっと挑戦したいという部分にさらに光が当たった気がします。まあ、一歩踏み出してダメでも仕方ない。失敗したくない子は、失敗するか、しないか。
と考えちゃうけど、極論、失敗しても死ぬわけではないし、と考えたらいいと思う。そしたら変に、力まず自然体になれるから。僕も、いつもそういう気持ちで挑んでいます。時代劇は、もちろん朝ドラなどこの一年はすでに挑戦の連続だったのでは？本当に実りのある一年でした。グループの仕事もあってて、さらに映像作品の撮影も重なるような時は大変なんですけど、でも、おお、いいじゃん。キーよ。全部出し切ってやるぜ。みたいな気持ちになって、笑い。そんな自分には少し驚きましたね。僕、負けず嫌いなので、追い込まれるほど踏ん張るタイプなんだと思う。経験は自分の力になる。まだまだいろんな挑戦をしたいです。ジュニアエラには迷子をたくさんの読者からお悩みが寄せられます。今回は、永瀬廉くんにアドバイスをもらったよ。意地悪な友達に嫌なことを言われた、時どう返せばいいかわかりません。どうしたらいい？あーちゃん星10歳。確かに、なんて返すんだろうな。でも言われた瞬間は返せなくても、改めて落ち着いて話せる別の場で、ああいうことを言われるのは嫌だった、と伝えるのがいいんじゃないでしょうか。とにかく、遅くなっても、そういうことは、ちゃんと伝えた方がいい。嫌いな野菜が多いです。どうやったら好きになれますか？ルムロナオデリン14歳。僕はコーンが嫌いでしたけど、好きなものと一緒に食べていたら今は食べられるようになりました。だから好きなものと同時に食べることをおすすめします。ママが全然ゲームを買ってくれません。どうしたらいいですか？いにしえ太郎賞に。勉強とか宿題とかお手伝いとか、ママが喜ぶことをいっぱいして、ポイントを貯めましょう。登校班の班長が毎日集合するのが遅いです。どうすれば早く来ますか？ミュン小4。かわいいな。先に行きましょう。笑い。遅刻する班長を置いていくことで反省させましょう。ちなみにキング、リンチェのメンバーの中で遅刻する人はいないよよ。2022年1月8日スタート。毎週土曜午後9時から全4回。江戸時代、国際都市として栄えた長崎に、通詞だった父の失踪の謎を追い、江戸から青年伊藤颯太、永瀬廉がやってきた。颯太の長崎を舞台にした冒険が始まる。永瀬廉、1999年1月23日生まれ、東京都出身。キング、ジュンセのメンバー。2021年5月から NHK 連続テレビ小説、おかえりモネに出演。22年1月8日からスタートの NHK 土曜ドラマ、ワゲモンから長崎通訳異聞から、1月21日全国公開の映画、真夜中乙女戦争、それぞれで主演を務める。丸記事にリアクションしてみませんか？私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために、私のチャンネルを購読してください。